イノコンチャンネルスタート。はい、皆さんこんばんは。イノリンことは橋本イノリです。ということで本日はですね、シーンさんでパジャマをいっぱい購入しました。はい、パジャマ以外もですね、靴とかカバンとかも購入させていただいたんですけども、まあ、メインはパジャマでですね、今まで経験してこなかったようなこういうサテンのパジャマだったりとかをご紹介させていただくので、よければぜひ皆さん見てください。それではどうぞ。はい、こちらプラスパジャマセットパンダと文字グラフィックアイマスク付き 2XL サイズです。これはもう一目惚れして、色が可愛すぎるっていうのと、パンダのね柄がめっちゃ可愛いんですよ。なんか寝ているのかな、おえーって感じで、アイマスクもついて1033円。やばくない？上下セットで1033円って安くないって感じなんですけど、これはねもう着心地が最高で、いつも買ってるパジャマとセットアップね似てて、本当に新しいやつって感じです。新しい冒険もせず、もう最高な一品でございました。はい、続きましてこちらプラス漫画&文字プリントナイトドレス1308円の XL サイズです。これもねもう可愛すぎて、私牛大好きなんですよ。牛大好きっていうか、なんか牛柄って可愛くないですか？ホルスタイン柄っていうんですかね、牛さんが可愛くて一目惚れしました。ピンクとのなんかこの掛け合いと、ミルクって書いてる文字も可愛いし、黒縁が結構デカめで総柄なのが可愛いなって思いました。1枚で切れてめっちゃ楽ちんです。続きましてこちらプラスレインボー&ユニコーンプリントドロップショルダーナイトドレス1048円の 2XL サイズです。これもねさっき と同じで1枚でパカッと着れるタイプなんですけども、こっちはユニコーンのミントグリーンにしてみました。これもカラーが結構あって悩んだんですけど、ミントグリーンってあんまり選ばないけど好きなので、夢可愛いなと思ってこの色にしました。やっぱ楽ですね。冬でもね私この上からモコモコ着たりとかするので、モコモコだけだと温度調節できないので愛用したいと思います。かわいい。こちらプラスコントラスト文字付きテープファージー PJ セット1727円の 3XL サイズです。これはちょっとサイズが読めなくて 3XL にしたんですけど、まあ 2XL でも良かったかなっていうサイズ感でした。下はいいんですけど、上がちょっとブカブカだったので、中のスポーツ用のねインナーが見えちゃってます。でもめっちゃ可愛くてモコモコしてて気持ちよくて、本当に触り心地がいいので、寝るのとかにもまあったかいし最高だなって思いました。この上からならモコモコのやつ着ても体温調節できる感じで、可愛くておしゃれで最高です。ストライプジャガードコントラストパイピングサテン PJ セット1748円の 2XL サイズです。サテンのねパジャマは昔買ってビリって破った経験があるんですけども、その中でもゆったりしたサイズで手出してみたいなと思って購入してみました。これもねピンクと悩んだんですけど、ブルーですごく大人っぽくて着心地も最高で、肌触りも最高で、めっちゃお気に入りです。こちらプラスストライプジャガードコントラストパイピングサテン PJ セット1748円の 2XL サイズです。サテンのねパジャマは昔買ってビリって破った経験があるんですけども、その中でもゆったりしたサイズで手出してみたいなと思って購入してみました。これもねピンクと悩んだんですけど、ブルーですごく大人っぽくて着心地も最高で、肌触りも最高で、めっちゃお気に入りです。こちらプラスサテンコントラストパイピングパジャマセット1667円の 2XL サイズです。これもねさっきと同じ感じの肌触りで、柄とねちょっと形が違うんですけども、これは黒にしてみました。黒でねシックな感じで大人っぽく、そして着やすい着心地のいいサテンパジャマということでですね、もうそろそろね大人を目指そうということで、柄物も購入するけどこういう大人っぽいものにも挑戦してみました。白のねラインがすごく特徴的で着心地も良くて最高です。上を着れば冬でも着れる、あったかい最高。こちらプラスオールオーバーハートプリント1732円の 2XL サイズです。
これもねすごくね可愛くって一目惚れで選びました。サテンなんですけども、質感はさっきの感じと同じでですね、白とピンクがあったんですけどもピンクを選びました。ピンク黒でさっきよりかはちょっと甘めな感じで、ガーリーで可愛くてお気に入りです。やっぱピンクと黒しか買ったんよね、可愛いよ、最高。続きましてこちらプラスパンダ&文字グラフィック PJ セット1768円の 2XL サイズです。パンダ、私ね好きな動物が、パンダ、コアラ、カバ、牛、モルモットとか、まあ、その辺が、あとヤギも好きだ、好きなんですけど、やっぱ目がいっちゃいますよね。でこのパンダねやばいの、なんか上のパンダはすごいイケイケで、下はなんかユタユタしてて可愛いと思いました。で下のがね長ズボンってね結構珍しいなと思ったので、ちょっと見てほしかったの、やばくない、最高です、可愛い。こちらプラスカンガルーポケットドロップショルダーフランネルフード付きナイトドレス2946円の 2XL サイズです。これはねもう着る毛布みたいな感覚ですね。モコモコなんですけどめっちゃゆったりしてて本当に着心地がいいの。もうこれもう好きすぎて、これ被ってれば正直今の時期とかだったら毛布ほんといらないし、布団がはだけて寒いなみたいなこともなくて可愛いです。でこのカンガルーポケットもね大きくて、もう超おすすめです。これ可愛い色も。こちらシーンプラス縦模様プリント伸縮性ウエストパンツ3455円の 1XL サイズです。これ縦で合ってるのかな、縞模様か、縞模様ですね。これはあのダンスをしてる人とかがすごい履いてて可愛いなと思ってて憧れがあったので買ってみました。横ね全部ボタンになってて開くんですよ。でボタンがね全部金属なのでちょっと重いかなって最初着た時は思ったんですけど、実際これでダンスをしてみるとですね意外に全然重くなくて、お腹のところでしっかり止まってくれて、足も足首のところにゴムが入ってるので全然着やすくって、暑いのであの寒さ対策にもなる感じで、すごくおすすめな感じです。マッチョ。こちらラインストーンデコレーションチャンキーヒールチェルシーブーツ4603円の E ユーロ39サイズです。これも一目惚れですね。周りについてるって何事って感じで可愛くって、でこの足首のとこがねあの大きいゴムになってるので履きやすさもありますね。スポッて履けて、でこのビジューがねすごくおしゃれで、シンプルなのにすごくゴージャスなお靴になっております。可愛いのでぜひ皆さんこれは一度手に取ってほしい品物でありますね。可愛すぎます。こちらラインストーンデコレーションチャンキーヒールチェルシーブーツ4603円の E ユーロ39サイズです。これも一目惚れですね。周りについてるって何事って感じで可愛くって、でこの足首のとこがねあの大きいゴムになってるので履きやすさもありますね。スポッて履けて、でこのビジューがねすごくおしゃれで、シンプルなのにゴージャスなお靴になっております。こちらチェーンデコレーションウェッジローファー2726円の CN40 サイズです。これはねローファーなんですけど、ラブリーなローファーじゃなくてちょっとクールめなローファーということでですね、いろんな格好に合うなと思って購入してみました。エナメル調で今回ローファーとかをね冬に結構去年捨てちゃったので、新しいものをねいろいろ集めてどれが一番いいかをちょっと検証していきたいと思っております。可愛いです。こちらハートグラフィック機能性バックパック1830円です。可愛くないですか。これずっと気になってて、いつ買おういつ買おうと思ってて、今回やっとね手元にゲットしました。ちっちゃい黒リュックが欲しくって、でハートで中がね赤ですごく可愛いんですよ。で持ちやすいし、ちっちゃいね小物とかを入れてちょっと外出たいなーって時とか、ちょっと今日カバンちっちゃくしたいなって時におすすめです。こちら1個ミニマリストトレーニングバッグ2005円のやつです。可愛いバラの柄が書いてるんですけど、こんなのあるって知らなくてめっちゃびっくりしちゃいました。すごくね物自体は軽いんですけども、なんとこちらに靴が入れれるんですよ。え、やばーと思って、私今までなんかレッスンの時とか結構靴とかバラバラに入れて行ってたんですけど、で靴だけ生身でボーンとかやってたんですけど、これ1個持っとけばもう完璧じゃないですか。この中に靴入れれるし、わざわざ靴用のカバンとか用意しなくていい。だってもうそこはもう汚いからさ、すごくないですか。ほんとめっちゃ画期的と思って、ね、こんなの知らなかったよと思って、しかも中もめっちゃ入るんですよ。靴一足入ってるのにもかかわらずめっちゃ入るから、レッスン着とかあのジュース飲み物とかいろいろ入れていってめっちゃ便利だと思います。まあアイドルやってないんですけど、かわいい、いつか使うぞ。
こちらツイリースカーフデコレーションスパイク詳細キルティングバックパック1691円です。これはね今もう早速使ってるんですけども、すごく軽くてですね使いやすいです。でポケットがね意外にねこうすっぽり入るっていうのと、あと中にもねいっぱい入るので、すごくあれがなくてもいけますね。エコバッグがなくてもこの中に詰めて帰るみたいな感じです。でこの横はちょっとペットボトル入れるにはちっちゃすぎるんですけど、何かね折りたたみ傘とかちっちゃいものを入れるにはすごく最適だなって思いました。とりあえずキルティングが可愛すぎます。以上本当に可愛い、ツイリースカーフデコレーション豚デザインデザインカバン1046円の豚さんです。豚ちゃん可愛いよ、もう本当に可愛い。もうこういうのね本当に可愛くて最高です。なんかなんだろう、外には持っていけないかもしれないけど、もう持ってるだけで優越感みたいな、これが女心の最高潮じゃないですか。もうこれをしたいがためにも購入した、もうほんと可愛すぎるんですが、もう豚ちゃん可愛い、もうピックピック可愛い。こちら超アップリケ人工パールデコレーションフリルトリムスクエアバッグ900円です。900円、この可愛いバッグが900円、やばすぎるだよ世の中って感じです。この蝶のアプリケもめっちゃ可愛くて、白のカバンって何気に汚れるからあんまり持ってなかったんですけど、これねここをね外せばね蓄電のこのサイズも入るので、意外にね縦じゃないわ横幅が多くて最高に可愛いです。もうこれは絶対使います、最高。こちらクモデコレーションシングルバンドサンダル1311円のユーロ40から41サイズです。めっちゃ可愛くないですか。もうこれね即日ね履いちゃって、水着の撮影会で履いたんですけど、もうマジ可愛くてもう最高でした。もうとりあえず可愛くてもちもちなんです。もうもちもちだから、とりあえずみんなもう買って履いてももちもちしてください。本当に可愛い、クモ癒されます。ということでいかがでしたでしょうか。もうめっちゃ可愛くない、もう可愛すぎてちょっと笑えないんですけども、こちらね可愛いということで、安いからすごく試しやすいっていうのもあってですね、超おすすめなので、ぜひよかったら皆さんお揃いしましょう。では以上、いのりんこと橋本いのりでした。